悩んで結果的に使えてないという今更聞けない活用法みたい。周辺ツールを使ってどこまでできるのっていうのを、ツイッターの情報を分析をしてみようと思いますので、あなたは SNS の運用担当者です。へえ。役割を提供してあげるというのがすごく大事かなという、グラフまで出してくれるんですね。課題と提案もこのように出してくれています。見てみましょうか。お願いします。うお、できた。スライドを1回まず作ってくれるというのがあります。いや、もうこれでプレゼンできますよ。パワーポイントいらないじゃん、はい、ちょっと恐ろしいんだ。さあ、ピボットラーニング、進化を続けるチャット GPT などの生成 AI は実際に仕事でどうやって活用していくのか、使えるのかというテーマでお送りしていきます。ゲストはですね、AI Now 編集長の小澤健こと小澤健介さんです。よろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いします。小澤健さんは AI 専門メディア AI Now の編集長でいらっしゃいますけども、DIP 株式会社で生成 AI 活用推進プロジェクトも進められているということですよね。そして、最近この生成 AI 導入の、はい、教科書。そうなんです。初めての本を9月28日に出させていただきまして、で今日はなんか具体的な方法もお伝えできればと思うんですが、うんうん、ただ実際使ってみるとあれですよね、はい、どう使っていいんだろうってちょっと悩んでしまうこと多くないですか、うん、え、悩んで結果的に使えてないという現状があります、ね、もうあれですか、チャット GPT は当初からも注目はされていてみたいな、はい、ですから話題になった時に何なんだろうということで、とりあえずこうインストールしてみるとか、まあ、アプリもね出てこう GPT-4 使ってみようとか、あ、やっ経験はあるんですけども、使いこなせないんで結局やめちゃうというか、ね、なんかね、結局自分の手を動かしてしまうので、そうなんですよ。あれ、どうやって業務効率化されるんだろうっていうふうに、ね、はい、なってしまうこと多いですよね。今更聞けない活用法ということで、今日は伺っていければと思うんですけど、ぜひお願いいたします。実際、まあ、今回企画書作成までの工程を伺えるということで、もうまずですね、もうどうやっていいのかが分からないんですよ。何を開いてどこから始めたらいいのかっていうのが分からないんで、もう本当に基本の木から伺っていってもいいですか。はい、だから今日はまあ実際に使えない、あとちょっと触ったことあるぐらいの方に向けて、はい、どんなふうにこのチャット GPT を使ったりとか、あとその周辺ツールを使ってどこまでできるのっていうのをフローでですね、実際になんか企画書を作ってみるというところをやってみたいなというふうに思っています。で今日は使うツールなんですけれども、こちらですというところで、まずまあ事前調査が企画書作りでは必要というところで、先ほどおっしゃっていたバードもとても有能なんですけれども、はい、今回は Google SGE という機能をですね活用したりとか、パープレキシティというようなツールもご紹介したいなと思ってます。あとはですね、国山さんのツイッターのデータをちょっと分析させていただこうと思ってまして、恥ずかしい。アドバンストデータアナリシスという機能がチャット GPT にあるんですけど、はい、データ分析を自動でやってくれるんですよね。これでぜひですね、ちょっとツイッターの内容分析みたいなところもやってみたいなと思ってます。もう今の産業でちょっとちんぷんかんぷんでしたね、はい、今 Google SGE、はい、そうですね、ペプレキシティ、パープレキシティって呼びます。はい、はい、でアドバンスドデータアナリシス、はいはい、はあ、でその上でこの企画を膨らませるところは、はい、このチャット GPT を活用していければなというふうに思っていて、でその上でですね、今回イルシルというスライドを自動で作ってくれるツールがあるので、はい、このツールを今日組み合わせながら実際に企画書作りというのをやってみたいなと、はい、早速お願いします、はい、じゃあまず今日はテーマとしてハセンさんのツイッターの運用の企画案みたいなところを出してもらいたいなと、はい、どんなテーマで今後ツイッター運用していきたい、ツイッター X を運用していきたいとかってありますか、はい、あ、そうですね、実際に悩んでまして、もともとですね TBS 時代は何をツイートしていいのかも分からず、はい、フォロワーも伸びず、なるほど、困惑してたんですね。そうしたらそこもじゃあぜひ調べてみればと思います、はい、画面上で今ですね Google この SGE っていうふうに書いてあるんですけれども、はい、これ今 Google 検索が進化していまして、試しにですね2023年の例えばビジネストレンドみたいな風に普通に検索をするだけで、はい、今ここ生成中って出てるの分かりますか。でこのここもまあこのままもっと見るにすると、これはバードと同じように、はい、もはや検索エンジンで検索キーワード入れるだけで文章を生成してくれるようになっているんですね。ちょっと待ってください、これ私の Google と違います。はい、これはですね実際まだ一部の人にしか提供されてないので、実は同意をして機能をオンにする必要があるんですね、はい、なので調べていただいて機能をオンにすると、このチャンネルをご覧の皆さんも使うことができるんですけれども、これもはやバード開くよりもこの検索窓にキーワードを入れてやってしまった方が早いですよねというところです。嘘、はい、Google SGE、しかもこれ今ですねこの右側にこうあって
て3つ記事が入ってると思うんですけれども、はい、このように最新のコンテンツも参照しながら、はい、コンテンツを生成してくれるので最新の話題にも対応しているというのが特徴になっています。どうやったらそのオンにできるんですか？OK です。これですね、普通に GoogleSGE と検索をしていただくとこの SGE のご紹介っていうページがあるんですね。これかな、ここに飛んで、でここで、あ、これ今有効にしているの、ここ今有効にしているので、はい、検索時に表示されることがあります。だからここで今有効にしているので、はい、有効になっています。へえ、もうこれだけでいいんですか？はい、これだけで、はい、あの SGE 使えるようになるのでぜひ使ってみていただきたいなと思います。絶対ピボットの人まだ使ってないよ SGE。 あ、はい、しかもやっぱ今までの Google ってやっぱそのキーワードどう設定したらいいんだろう、うんうん、結構キーワードで悩んでたと思うんですけど、はい、こういう SGE みたいな検索の仕方だと文章でしかも曖昧な文章でやってもなんとなく察して回答を返してくれるので、はい、なんとなくこういうことを調べたいんだよねって聞いてみたいっていう人にもおすすめかもしれない。そうですね。もう一個パープレキシティっていうのが、まあ、ほぼ一緒なんですけれども、はい、これも例えばじゃあ2023年の日本国内のビジネストレンドをちょっとこれちょっと時々日本語でって言わないと英語で出してくることがあるので、うん、一応日本語でっていうふうに書かせていただいたんですが、へえ、でこれもですねちゃんとですね情報ソースがこうやって出ているのが分かるかなというふうに思うんですが、はい、まあ、このような形でしっかりとこれもテレワークとか IT 業界とかですね、でも確かちょっと Google の方がちょっと合っているような気もね、うんうん、するかなというふうに思うんですが、これもですねちゃんとこの参照元を出しながらやってくれるというのがすごくおすすめポイントになっています。このように調査でですねチャット GPT ってまだですね最新の情報を学習していない、最近は少しできるようになってきていたりはするんですけれども、このパープレキシティとか Google の SGE を使うことで最新のトレンドを踏まえた検索ができるので、まずここがおすすめかなというふうに思っています。おっしゃる通り、そのまだチャット GPT だと2021年のデータですととかそういう感じで書いてくることもありますもんね、はい、そうなんです、うん、はい、次はですね実際にツイッターの情報を分析をしてみようと思いますので、これですね有料課金してる人しかできないんですけれども、 GPT-4 の中にここアドバンストデータアナリシスというですね機能があります。これがですねデータ分析をある程度自動化してくれるような機能でして、実際にちょっとやってみてもいいですか？お願いします。はい、じゃあですねここにですね国山さんからいただいた CSV のデータ、これがですね過去のツイッターのいいね数とか、リツイート数とかそういった情報が入っているCSV なんですが、これを今アップロードしますね、はい、その上でちょっと軽く文章を入れてみます。じゃあちょっと今回は簡単な文章にしてみようと思います。じゃあ、 あなたは SNS の運用担当者です。へえ。で、CSV データの分析を実行してテキスト形式で、Twitter 運用のの課題を抽出し出力してください。でこれ、過去のツイッター X の、投稿別の、インプレッションデータの、はい、でこのように一回やってみますね、はい、まず提供いただいた CSV データを読み込んで内容を確認しますというところで、まずこのようにですね今提供したデータの内容を確認してくれています。今終わりましたなのでまた帰ってくると思いますが、データを確認しました、以下のカラムが含まれているようです。ツイートの ID とツイートのリンク、はい、あとテキスト、あと時間ですね、インプレッション数、エンゲージメント率などですね。でこの中でインプレッション数とエンゲージメント数の関係の分析、エンゲージメント率と平均、エンゲージメント率の平均とそのばらつきについての分析を、まあ、その他の分析も行っていくというところです。これ今ちょっともう少し時間かかるかもしれないんですが、 SNS 運用担当者ですってもう指示したら、はい、もう人間の代わりに担当者になるってことですか？はい、これやらなくてもいいんですけれども、はい、チャット GPT って膨大なデータを学習しすぎてどの視点から物事を対処していいのかが分かんなくなってしまうんですよね、はい、これ SNS の担当者の目線と経営者の視点でも多分見方少し違うじゃないですか、はい、だからそこの視点を固定してあげるっていう考え方がとても大切で、うん、なのでこのようにまず役割を提供してあげるというのがすごく大事かなというふうに思います。これは
うん、さて今ですねこのように出てきたのがまずこうやってですねまずグラフまで出してくれるんですね。で多分面白いのはこれですね、インプレッション数が最も高かった投稿は YouTube の登録者数が100万人を突破したことに関するものです。このような節目の報告は多くの注目を集めやすいようです。エンゲージメントが最も高かった投稿も同じ投稿でこれは期待通りの結果ですのようにやってるんですが、はい、課題と提案もこのように出してくれています。見てみましょうか。お願いします。ちょっとズームしてみます。こんな感じになってます。内容の工夫、インプレッションやエンゲージメントが低い投稿には具体的な情報やキャッチーな内容が少ない傾向にあります。読者の興味を引きつける内容や視覚的要素の追加を検討すると良いでしょう。エンゲージメント率の向上、エンゲージメント率が低い投稿が多いため読者との対話を促す質問を含め、うん、または、CTA コールトゥアクションを明確にすることでエンゲージメントを促進できる可能性があります。で3つ目が節目の報告、はい、特定の節目や達成感のある内容は高いインプレッションとエンゲージメントをもたらす傾向にあります。このような内容を定期的に共有することでフォロワーとの結びつきを強化できるでしょうというすごい、はい、まさにですねこの節目の報告はいつもインプレッションが高いなっていうのは実感としてあったんですよ。だからこれもう間違いないなっていうのが、はい、しかもこの節目の報告っていうのは、はい、おそらくこの100万人を突破したっていうところから節目の登録もうちょっとゃ節目の投稿っていうのはちゃんとやった方がいいよねっていうふうに出してくれてるのもチャット GPT のこのすごい力だなというふうに思います。だからこうエンゲージメントの向上どうするかっていうとやっぱりこう対話、はい、質問を入れてみるとかねクエスチョンマーク入れてみるとか、はい、でその上でですね今回は企画案なのでなんか企画案を作るためにここのまま続けて企画案を作るような、はい、プロンプトを入力していきたいなと思ってます。チャット GPT 時代の文系 AI 人材になるという書籍があるんですけど、はい、そこにあるテンプレートがすごく分かりやすかったので実はそのテンプレート保存してまして、お酒さん僕もさっきからずっと気になってるんですけど、はい、こう簡易プロンプトみたいなパターン出てきますね。僕はですね今ショートカットを押すとこうやってプロンプトの一覧が出てくるようになってて、で例えばこの簡易プロンプトって押すとこうやって出てくるんですよね、はい、でこれ私の住所とかも登録してたりとか、はい、あとプロフィールの写真の URL とか何でもこうやってですね登録するようにしていまして、でプロンプトもですね一発で出るようにしてあります。これ私も導入したいです。おあどうしたらいいんですか。いやこれですねクリッピーっていうMac、 これはですね Mac 専用なんですけれども、はい、クリップボードの拡張ツールなんですね。でこうやって、うんうん、何でも登録するといろんな情報を登録することができるので、はい、なんか3回以上とかと入力するものがあったら何でもこう登録しておくとめちゃくちゃ便利。うわこれ便利ですね、はい、あとは過去にコピーした内容の履歴もこうやって本当だ残っていくので、例えばここ便利なクリップボードアプリっていうのをコピーして、うんうんうん、でこの下の文章をコピーするとよいしょ新しいタブでこうやって今の分かります、はい、全部コピーした内容が全部履歴が残るようになってるんですよ。こういうねなんかちっちゃな業務効率化ツールと生成 AI をね組み合わせるとめちゃくちゃ効果あるのではないですよね。もうすごいな、はい、もうあっという間に。だからこれみんな多分私ぐらいのレベルの人だとどんなプロンプトを打っていいのかが分からないっていう段階なんですよ。でもある程度こういうものを打ったらこういうデータが出ますよ、回答が出ますよっていうことで保存しておけばいいってことですね。そうなんです。プロンプトは保存しておくのがおすすめでして、で特に今回生成 AI 導入の教科書でも書いてあるんですけど、社内でやっぱり活用を進めていくにはやっぱりテンプレート化が必要なんですね。でこれ今見ていただくとどうなってるのかというと、この上にシャープ役割です、シャープルールを守り、シャープ参照情報を参照しながら依頼事項を実行して、このようにですね、うんうん、変数っていうんですけれども、これでこれ実はですねこの役割の部分を下に入れればいいんですね。なのでそこに打たなくていいんだ、もうそこに打つだけでいいんですですね。であとは上記の分析結果をもとにツイッターの運用企画案を作成してくださいみたいな形ですね。でルールは、まあ、特に今回ルールないですかね。でスライドでまとめるのでスライド単位で情報を出力してください。であとは参照情報を入れられることができるので、せっかくなので、はい、例えば先ほどのですねこういったところの内容を、で例えば1回、コピーして、はい、でこのままこうやってですね貼り付けてしまいます、はい、でこうやって参照の中に参照も入れさせてもらいます。で参照情報は情報はあくまでも一例であり、それ以外のカテゴリ
こんな感じにしてみますか。これぐらいで大丈夫ですかね。で、こんな風にちゃんとこの、いわゆる指示をする場所っていうのをちゃんと分けて、どこがルールで、でどこが依頼事項なのかっていうのをちゃんとやってあげるとよくて、結構ハセンさんとか文章でそのままペッて貼ってしまう人、はい、貼ってしまうことってありませんか？あります。あれだとやっぱどこに何があって自分も分からなくなるし、もしかしたら主語と述語が合ってなかったら違う解釈されてしまう可能性があるんですよね、うん、でこれやると絶対にずれないので、はい、こういうふうにテンプレート化をしておくのがとても重要かなというふうに思います。では一回これでやってみましょう。どんな感じになりますかね。もうこれで企画案を出してくれるってことですか、はい、これでじゃあ今スライド8でまとめが来たので、じゃあこれを1回コピーをして、はい、今度じゃあスライドの自動作成に移っていければなと思っています。もう何ですか、このままスライド作っちゃうってことですか。はい、はい、でこれですね、このプロンプト面白いのが、はい、実行後に出力内容のメリットとデメリットを記載するようにプロンプトで指定をしていまして、これちょっと独自に入れたんですけれども、こうあって、ただこの出力内容はトレンドに乗り遅れるリスクはありますよとか、 AI を活用する際の技術的な課題やコストが考慮されていませんよみたいな、うんうん、このチャット GPT が出したアイデアに対しても実際にちゃんとメリットデメリット分析させるっていうのをちょっとやってみました。じゃあこの後なんですけれども、今回このイルシルというですね、 AI がテキストからスライド資料を自動生成してくれるサービスがありまして、これちょっと使ってみたいなと思います。これ面白いのがですね、 AI スライド生成というところで、じゃあこのキーワードからスライド生成っていうふうにやるとですね、じゃあこれで、X(Q)Twitter の運用企画案みたいな風に入れまして、で含めたい内容があるので先ほどの内容を全部こうやって貼り付けてしまいます。はい、でこうするとですね、でちょっとここが時間がかかるんですけれども、ちょっと一瞬お待ちいただいてもいいかなと思ってます。ちょっと恐ろしいんだな。はい、恐ろしいですよね。恐ろしい。でもこれマスターしたいな。はい、これマスターすると全然アウトプットの量が変わってくると思いますし、はい、使う人と使わない人だったら本当に、ね、何十倍の差とかにもなってくるなりますよねっていうふうに思ったりはしています。もうできる人は何個も何個も企画書案を作れて、その中でまたベストなものっていうのをね選べるわけですけど、逆に言うとこれ使えないと本当に今まで時間かかったんで、そのままじゃないですか、はい、ずっと時間かかったままになってしまうので、なのでなんか私がよく言ってるのは、やっぱマネージャー力がある人ほど実は生成 AI 使うので得意でして、これどういうことかというと、今みたいな指示って上司が部下にする指示とほぼ似てるじゃないですか。確かに。ただよくなんかうまいことやっといてみたいに言う上司っていますよね。いるわ。ただあれプロンプトエンジニアリング的に言うと微妙なんですよね、はい、やっぱ誰かに伝えるときにやっぱ構造的に分かりやすく物事を伝えられる人ってマネージャーとしても優秀だし、プロンプトエンジニアとしても優秀なんですよ。ってことはやっぱいかに具体的にかつ分かりやすく文脈を伝えながらプロンプトを作っていくのか、そこのスキルが大事になってくると思うんですよね。ではですね、今ですねこんな風にしますと、こんな風にまずスライドの構成を作ってくれています。でその上でもう一回ですね、スライド用のテキストを一括生成するというのがありますので、はい、このままもう一回生成をしてしまおうと思います。そうしたらじゃあこのままですね、右上にスライド生成というのがあるので、このままスライド生成をすると、うお、できた。はい、じゃあ今ですねこんな風に一回アウトプットが出てきたので見てみたいと思います、はい、まあ、こんな感じでですね、はい、2023年の社会状況やビジネストレンド背景をですね、でターゲット分析みたいな感じ でこのリスキリング、まあ、こんな風にですね、もう割とまあ今回まだ流度が浅いとは思うんですけれども、こんな風にですねスライドを1回まず作ってくれるというのがあります。いやもうこれでプレゼンできますよ。はい、ね、実際これとかもね喋れそうですよね。ですよ、はい、これ作ってきたら君企画書作るのうまいねまずなんか見た目だけでもね、はい、もうこの企画書いいんじゃないっていうのはありますよね、はい、僕できないですもん、この右にこのなんかおしゃれな画像を貼り付けるの、はい、でこれもですね、それぞれなんかテンプレートがありまして、で例えばこう、リベンジ消費とリスキリングが今回テーマになったところでいうと、こうやってですねデザインをこうやって選ぶことができるんですね。えさらにこれ選択肢がいろんな、はい、自分で選択をすることができるので、自分が一番おしゃれだなって思ったりとか伝わりやすいなっていうスライドデザインに変えることができたりします。これとかもそうですよね、こんな風に。
であとはですね、はい、まあ、あのもしグラフとか表とかを足したかったらちょっと自分で足したりするカスタマイズもできるので、お、はい、っていうところです。であとはですね、この内容なんですが、はい、この右にある文章をもとに右になってるんですね、うん、でこれ右側見ていただくとこのようにタイトル、メッセージ、ヘッダー、ボディっていう風になっていて、例えばここもターゲットユーザーの特徴を考慮しましただけで、え、じゃあ特徴は何なのってなるじゃないですか。そういう時はもう少し あのさっきのチャット GPT のアドバンストデータアナリシスとかで、分析したデータをもう一回ここに入れるみたいな、コミュニケーションしていく感じでやっていくとスライドがどんどんできていくという形になります。パワーポイントいらないじゃないですか。はい、そうなんです。でしかもこれ面白いのがこの教授まだですね、あの無理みたいなんですけど Google スライドにエクスポートする機能も今開発を進めているというところで、はい、もうそうしたら今度知り友達とか会社内の人とシェアするのもすごく簡単になりますし、はい、うん、これからねどんどん発展していくんじゃないかなというふうに思います。 PDF の書き出しもね普通にできるわけですよね、はい、できるようになっていますの でやっぱりスライドの基本ってこういうふうにレイアウト左右とか上下とか、うん、ある程度決まったあのスライドのデザインの中でどう文章のメッセージを作っていくのかなので、そこを勉強になれば逆にねスライド作成力自体も上がっていくかもしれないですよね。ですよね。それこそあだから大事なのは先ほどもその指示っておっしゃってましたけど、こうちょっとやっといてとか資料作っといてみたいなもう指示ではなくて、やっぱり具体的にしっかり指示してあげることでここまで、はい、スピードを持って。でなので実は私今回本を書いたんですけど、はい、8割ぐらいチャット GPT でを使って文章を書いているんですね。これですか。そうです。この本、はい、自分でそのいちいちこう打ち込んで書いたわけじゃない。それがですね何をやったのかというと、はい、今お見せしたこういったあの例えばプロンプトがあるじゃないですか、はい、このプロンプトのこの参照の部分で僕の意見をめちゃくちゃ書きまくるんですね、はい、それこそ500文字とか1000文字ぐらい入れることで、ただ文章として整形してでとか本の文章として整形するみたいなところだけチャット GPT にやってもらっていて、私自身の意見とかはちゃんとプロンプトの中で与えてるんですね、うん、なので結構あの競争作業であのチャット GPT と伴走しながら今回の本は作ったなというふうに思ってるんですけど、活字の編集者とかもね、本当にね。だ今回の私のねあの本の編集者さん来てるんですけど、はい、仕事がなくなった俺はっていう風に言ってた気がします。はい、そうなりますよね。はい、なおさらこう意思決定とかそういう決断力とかあのこういう風な指針が必要ですっていうそういう力が求められますね。そうなんです。まさにこれからって人間性があったりとか今までっていうとソフトスキルって言われるような論理的な考え方とか、うんうん、意思決定してとりあえず前に突き進む力とか、うん、そういった力がすごく相対的に上がっていくんじゃないっていうふうに思ってます。そうですよね。だからその単純作業というか時間がかかっていた作業は本当にどん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 効率化されてって時間も短縮できるってことですもんね。ちょっと今日一歩5分だけでも今日効率化してみようみたいな工夫をしてもらうのが大事なんじゃないかなと思いますね。ドラえもんといかになくいくら仲良くてもタケコプターで飛び方が分かんなかったらのび太くんみたいな、はい、お尻にタケコプターついた状態で飛んでいっちゃうじゃないですか、はい、やっぱこのツールとしての AI をちゃんと使っていくって感覚を持たないと、やっぱり業務効率化とか自身の働き方の変革にはつながらないのかなというふうに思うので、うんうん、ですね。本当にまさしく、まあ、この本に書いてあるわけですからね。はい、あのぜひ買っていただいて、はい、読んでいただけたら嬉しいなと思っています。ですね、どん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 こう企業でねあの促進されていくと思いますので、はい、またぜひあの引き続き何かあれば、はい、いろいろとぜひお伝えさせてください、はいはい、よろしくお願いします。尾崎さん今日はどうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。